こんにちは、翔太です。今日もグラクルやっていきます。今日はですね、またなんか新しいなんか素材ゲットしたんですけど、まあ、これはとりあえずゲットしてくんですけど、ちょっとですね悩んでまして、何を悩んでるかっていうと、ガチャ、新しいですねガチャがですね来まして、それどうしようかなと思ってちょっと悩んでますと。でですね、まあこれゲットしてきます。コラボガチャ最大22連無料のなんか報酬みたいなゲットしまして、でこれですね、コラボリターンズピックアップガチャと、まあ、これは引けないけど、このマンスリースペシャル、マンスリースペシャルガチャが来まして、でこれどうしよう、まあ、とりあえず無料分一発引くんすけど、まあこれは別に良くて、どっち引いたらいいかなと思ってちょっと悩んでんすよね。いや一応ダイヤ300個以上溜まって、ダイヤ300個ぶち込んで引きたいんですけど、マンスリーやろうか、マンスリーやった方がいいのか、まあリュードシエル欲しいね、なのかコラボリターンズピックアップガチャ引いて、この2人テリーとヤガミゲットしに行きたい。アテナとかオメガとかオメガルガールとかも持ってないんで、欲しいっちゃ欲しいんだよな。いやーこれどうしようかなと思ってちょっと今悩んでますね。いやーどうしようかな。皆さんだったらどっち引きます？300個ダイヤ貯めたんだけど、いやどっちも引きたい、どっちも引きたいな。かといってね、150個で引くっていうのもな、なんか中途半端な感じするんですよね。まあちょっと今悩んでますね。まあという感じでちょっと急遽動画撮ってるんですけど、ちょっと悩んでるんですよね。どっちがいいと思いますか？まあ、よかったらコメントくださいという感じで、今日はですね悩んでますっていう動画です。悩んでるんで、ちょっとこれ SSR 多くね？めちゃめちゃ多いね。何これ、やばいね。マンスリーの SSR の量がえぐい。キャラクターがめちゃめちゃ多い。これ逆に出ないんじゃない？ちょっとわかんないですけど、いやー迷うわという感じで、ちょっとコメントください。はい、という感じで今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。